どうもこんにちは、かぶとです。今日もですね、動画セミナーやっていこうと思うんですけども、まあ今日もね、何についてお話ししていくのかっていうと、一瞬にしてね、あなたを変化させる、究極のエクササイズについてお話ししようと思います。いいですか？一瞬にしてあなた、まあ僕もそうなんですけども、自分自身を一瞬にしてね、変化させてしまう。本当にね、魔法のような究極のエクササイズっていうのについてお話ししていこうと思います。いいですか？で、これは本当にね、僕自身が、まあこれメンター、自分のメンターですね、師匠から聞いてね、本当にこう自分自身がこう、なんていうのかな、このエクササイズをやって、その瞬間から本当にもう自分がなんかスーパーサイヤ人ってありますよね。もう髪の毛バーンって感じで、スパークしてね、自分自身が本当生まれ変わったような感じになってね、そこからすごくいろんな目標を達成したりとか、こういろんなね、こう自分の夢とかそういう理想ですよね、っていうものがどん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 手に入るようになった、本当に、ね、究極のエクササイズ、その具体的な方法についてお話ししていこうと思います。まあこれをね、聞いてみるとなんかちょっとうさんくさいなとかね、そんなんあるわけねえだろ、このクソ野郎とか思ったりとか、まあなんでね、お前は帽子をかぶって話してるんだとかね、なぜ後ろにマイケル・ジョーダンがあるんだっていうとかね、まあマイケル・ジョーダンは僕のね、すごいリスペクトする方なんで、あんまりいじめないでもらいたいんですけども、そう。まあそういうね、いろいろ疑問あると思うんですけども、まあちょっとこれを聞いてみてね、何か自分の人生に本当にいいなと思ったら加えられたらね、すごくいいのかなと思います。まあではね、具体的にお話していくんですけども、で、これかなり興味深いんですけども、ほとんどの人が何かというとね、過去に縛られているってことですね。過去に縛られていることをまず把握してください。過去に縛られている。まあこれをね、聞くとちょっとまだイメージがつかないと思うんですけど、過去に縛られている。なんだろうなっていう。うん。過去ってなんだろうな、過去ちゃんかなとか、過去ちゃんになんか縛られているのかなとか、そういう話じゃなくて、その昔ですよね。昔の自分、今までやってきた自分とか、そういうものに多くの人が縛られているんですよ。だから例えば、昨日会社にいた。例えば朝起きてもそうですよね。朝起きた瞬間からもう生まれ変わってるんですよ、イメージとしては。でも昨日会社員だったから今日も会社員っていう風にみんな思ってますよね。でもしね、これ本当にすごく考えてもないですけど、今あなたが例えば会社員で毎日会社に通ってたとしても、でそれは否定してるわけじゃないですよ。それをもしね、朝生まれた瞬間に、昨日まで会社員なんですよ。今日、今もし生まれ変わってね、こうなんか朝起きたとした時に、ここがね、アラブのすごくね、なんかすごくこう石油王のね、すごい億万長者の一室で、こうなんかすごい目の前にこう超黄金のフルーツとかをやってね、ベッドとかも超金ピカでね、なんかこうワニじゃなくてなんかこう、ありますよね、ライオンの口からこう水が出るような、なんかそういうのが部屋にあって、すごくこう、なんか、ペルシアンっていうんですか、英語はペルシアンの、なんか銃弾みたいなので、こうね、すごいセレブな部屋に朝起きたらいるんですよ、急に。そしたらあの人、あんたその人がどう思いますか？なんか、ここはどこだろうって思いますよね、まず、起きた瞬間に。で、なんだ、俺どうしちゃったんだろうって思いますよね。でも、それで、ね、そういうになっちゃったんですよ、急に。朝起きたら急に。で、そしたらね、しばらくしたらどうなるかっていうと、なんかいきなりこう、部屋にね、綺麗なお姉さんっていうかね、すごくこう、セクシーなお姉さん歩いてきて、王子様、今日のご飯は何されますでしょうかっていうふうに聞いてきて、で、あなたはね、どういうことじゃって思ったけど、とりあえず、なんかここがどこだって答えになる前に、じゃあちょっと今日フルーツと、その、明治ブルガリアヨーグルトって言ったら、それ持ってきてくれるわけです、それを。わかりましたっつって。明治ブルガリアヨーグルトはないんですけども、ヨーグルト持ってきますって言って、持ってきて、それ食べるんですよ。でそれがこう1日でそれ終わりますよね、とりあえず1日、まあ、そういうライフスタイルを送ってね、それが2日3日って言って1週間ぐらい続いたら、あなたの現実は一気に変わってしまうんですよ。わかりますか？これ本当に興味深いんですけども、これ本当にそういう実験があってね、あるんですけど、例えば狼少年もそうですよね。狼少年っていうのも生まれてね、そのなんていうのかな、その環境が変わっただけで狼、人間がね狼になって自分のこと狼だと思ってしまうっていうのがあるんですけども、こういう現実があるわけなんですよ。つまりどういうことかっていうと、多くの人が自分自身を過去に縛ってるんですよ。だから昨日こうだったからこうしようって。これ本当に冷静に考えてみるんですよ。なぜ今あなたが今のことを継続しなきゃいけない理由っていうのはそんなないはずなんですよね。例えば昨日までバスケやってたら、今日から別に新しいのやってもいいわけじゃないですか、別に。縛られてないはずですよね。例えば僕が急に明日から歌手を目指してもいいわけじゃないですか。僕は歌手には、まあ、なるか分からないですよ。でもまあ少しはね、ちょっと興味あるんですけども、別に明日から急に目指してもいいわけですよね。明日から自分は本当の歌手なんだっていうことを現実で歩いてもいいわけなんですよ。わかります？だつまり何が言いたいかっていうと、現実を固定しないでほしいんですよね、本当に。だ僕が一緒に今変わるね、エクササイズっていうのをお話ししていくんですけども、現実を固定するとそれ以上なりません。だから僕自身よく学生の頃に言ってるんですけども、自分を例えばね、何々大学の誰々ですって言った瞬間に、それ以上にはなれないんですよ。わかります？大学生以上になれないんですよ。自分のことを大学生だと思ってる限りは大学生になれないんですよ。だから年収もそうです。僕も年収はね、いくらですっていうのたまにしたんですけども、もう今は言わなくなりました。言ったら、それに縛られてしまうんですよ。過去の自分に縛られてしまうんですよ。でも本当はもっと僕は稼げることしてるんで、あえて縛らないようにしてるんですよね。
これ全部そうです。自分のことサラリーマンだって思った瞬間に、その現実しか見えなくなります。わかりますか？例えば、これ本当に面白いんですけども、どんどん変わっていく人とか変化していく人。だからこれ僕はね、成功してるか成功してないかっていうよりも、その人がどれだけ変化してるのかっていう方に一番興味があるんで、そこをぜひずっと見てきてるんですけども、本当に僕の個人コンサルのお客さんとかでも、まあ、企業もそうですよ。変化していく人っていうのは、固定してないです。わかりますか？自分はこうなんだっていうふうに定義してないんですよ。そう。だから、どん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 変わっていくんですよね。すごく本当、自動的に変化していくんですよ。ぜひこれ本当にやってもらいたいんですけども、自分自身を固定しないことです。まず、過去の自分を固定しないことです。今までこういうことやってきたから、今これをやる必要がある。それを全部捨ててください。いいですか？自分の肩書きもそうです。自分の肩書きが、例えば大手の商社の営業マンですったら、それ以上の現実は見ないです。例えばその人の目の前に、すごくね、こう歌手になるような、すごく美味しい案件が待ってて、見えないんですよ、その人の。まあこれラストとかね、そういう脳科学の話もあってくるんですけど、ぜひこれ本当にやめてください。いいですか？いいです。まあなんとなくこれ聞いて分かったと思うんですけども、そう。でね、まあ最後に今、ちょっともう時間がね、あれなんでお話していくんですけども、具体的な、ね、方法、レベルアップエクササイズをお話していくんで、ぜひですね、実践してもらいたいんですけども、まずね、あなたの、いいです。現在の自分を書いてみてください。紙に。書き出してみてください。いいですか？紙に、これ本当に強力なメソッドなんで、ね、ぜひ本当にやってもらいたいんですけども、まあやらない方も全然別にそれは言っていいと思うんですけども、ちょっと聞いてみてよ。本当にね、あなたが今の現実を変えたいって思うんだったらぜひやってもらいたいんですけど、まず自分に、今の自分を全部書いてみてください。いいですか？今の自分。例えば自分の年収はこれくらい、職業はこれくらい、まあ大体こんな感じ、肉体面、感情面、精神面、まあ友情関係面とか、それ何でもいいですよ。とりあえず全部書いてみてください。そしたら、次にね、横にね、右矢印を書いてもらって、理想の自分、あなたの理想の自分っていうのを書いてみてください。例えば年収はこれくらい、時間の使い方はこれくらい、住んでる場所はこの辺、持ってる車はこれくらい、何でもいいです。それを全部書いてください。そしたらいいです。ステップ1で現状を書いて、ステップ2で理想ですよね。そしたらステップ1で書いたものを全部消してください。消すっていうのは二重線でビッビッって聞いてください。俺はこの現実を手放すって言いながらいいです。これ本当にね、こう聞いてる、まあ、なんかどううさんくせえなとか思う方もいると思うんですけども、まあぜひこれ本当にね、やった人のみ分かると思うんですけども、それは、ね、全部消しながら、俺はその現実を手放すってことを言いながらね、いいです。二重線を引きながら、俺はその現実を手放すっていうのを言いながら、言ってくださいます。で、全部バツしてください。俺は今の現実を手放すって。いいですか？本当にリラックスしながら。これポイントはリラックスしながらです。だ深呼吸しながらやるといいと思うんですけども、7秒吸ってね、7秒息を止めて7秒吐くと。まあ、これ脳がスッキリするんでやってもらいたいんですけども、やった後に、俺は現実を手放す。いいです。って言った後に、次、理想の自分を見てもらって、理想の自分を見てもらって、俺は理想の自分を受け入れる。俺は理想の自分を受け入れる。そして、俺はそうなりつつあるってことを言ってください。いいです。俺は理想の自分を受け入れる。そして、そうなりつつあるってことをつぶやいてください。ツイッターでつぶやくわけじゃないですよ。いいですか？この中で。自分でも唱えてもいいと思います。そうすると、その理想がどんどん自分に入っていくんですよ。これ、本当にバカらしくてね。なんかうさんくさいなって思われるかもしれないですけども、これをやるだけで、本当に現実って変わっていくんですよね、本当に。だからいかに自分がね、過去の自分に捉えてかっていうのはよくわかるんですよ、これ、本当に。今やってることが全てではないんですよ。あなたの理想が、本当にね、達成したい。目標に向かっていきたいんだったら、今の自分を手放す必要があるんですよ、過去の自分。本当にね。ぜひこれ本当に一瞬にしてね、あなたを変える強力な方法なんで、ぜひやってみてください。いいですか？本当にこれやるだけで、今その瞬間がね、あなた自身が変わってね、すごくこうクリエイティブになって、どんどんどん変化してね、周りからもこう、あなたすごい、なんかすごいかっこいいっていうふうに言われてね、もうとにかく変化が早いです。いいですか？それが本当に強力なメソッドで、僕も今これをね、まあ、あまり言いたくないんですけども、やってるぐらいかなり強力なメソッドなんで、ぜひですね、やってみてください。まあ今日はこんな感じで終わると思うんで、ぜひですね、感想とかあったらくれればと思います。いいですか？で、あとね、YouTube にこう評価がボタンがついてるんで、まあ、もしよかったら評価してもらえると、僕もね、今後の参考になるとか、悪い評価じゃなくていい評価が、いい評価なんですけども、ご協力いただけたいと思います。本当に今日もありがとうございました。